タロスチャンネル始まるよ。次に、はい、ヘッドライトですね、出してくれたそうですね、こっちですよね、はい、じゃあどっちから撮りますか。じゃあ、はい、あ、こっちが、うん、あれが撮れてるから白いやつで、こっちからにしよう。まず、ここ、これ一箇所と、はい、ここの奥にも、はい、あ、これですね、はい、うん、ここ、うん、はい、ここですね、これと、はい、上がここと、ここと、はい、ここ、はい、いると思ってます、はい、それを外せばもうヘッドライト取りますので、はい、この4箇所をね、外していきます。全部10ミリです。はい、で、なくさないようにしてくださいね。はい、で、次にここ、はい、見てるよ、このちょっと緩んだよね、ちょっと小さいから OK だと思います。はい、指がつるそうになってる。はい、取りましたね。はい、で、上、はい、こことこっちね、この4箇所で止まっております。はい、はい、まあ、上のやつは上に置いておきましょう。はい、でガッコンってヘッドライト落ちてきた、この自分の体でこう押さえてね、はい、もし、はい、落ちてこないとは思いますけど、はい、もしね滑って落ちてきたら大変なんでね、うん、まあ、線もついてるんで大丈夫だと思いますけど、はい、線もちぎれるかもしれないんでね、ここはついてるね、はい、で、これでもうヘッドライトが行くんですけど、はい、コネクタガン、うん、はい、ここに、こいつと、うん、こいつ、うん、外しましょう。はい、これがまた厄介なんですよ。硬いんだよね、うん、どうもこの冬の時期に、うん、何回か外してればね多分いいと思うんですけど、こいつが今日の一番厄介作業です。外すまで少々お待ちください。反対側も同じ位置にあります。今外してます。赤全部外しましたら移しますのでスキップします。はい、ではね、さっき切ったコネクタ、ここと、はい、この三角形のおにぎりと、はい、ここのごっついの、うんうん、2箇所取ったらバッチリです、はい、まあ、両手でやってママにも手伝ってもらってね、ママにライトを持ってもらって俺両手でこう取ったら、ね、そうですね、抜けたらちょっとマイナスでクイッキッとこじってくる、はい、なんでかって手が寒くて力が入らない、うん、はい、でね、さっきこれねバンパーついてるときに外して、そこまで取ったと思うんですけど。はい、これアクティブ AFS です。場所が、はい。これウィンカーの場所です。ウィンカーの弾。はいはい、で、ポジションが、こいつですね。はい。はい。で、HID のバラストっていうのが、ここについてます。
必須で。これですね。はい。はい、こいつがカラストですね。はい。で、じゃあ早速ね、つけていきたいと思います。はい。こいつですよね、さっき言ったの。こいつが。そうだね。通らなかったんです。うん。はい。ちょっと今、ただいまね、一服中でした。ごめんなさい、直さん。段落、ちょっと心配でね。さっきやったら見せると、うん、こう入れたはいいかと。うん、ここに、こう入った。うん、これこう入ったけど、これを下ろすのが、手間だったの。うん、こう、出てちゃう。うん、だから、バンパバラそうっていうことで、はい、バラしたんですけど、はい、バラしたらバラしたでこう、これがね、分割してね、はい、こう外れるので、はい、こういう向きじゃなくて、うん、この向きで、うん、はい、こうじゃなくてこういう向きで、うん、で上のこの切り欠きがこれ、うん、四角いの先が、こちらの方ですね、はい、それがこの上、はいはいはい、うん、はめます、はい、ちょっと見えない、あ、こうですね、はい、これで多分はまったと思います。こいつを、うん、こことここに、うん、こう爪になってるんですよ、うんうん、これをね、片折っていく、うん、こうカチンとね、カチン、うん、カチン、おー、なるほど、はい、これだけです、はい、こうやって、うん、BTI も止まっております。これもね、はい、はい、ハロゲンもそう、はい、こういうふうに止まって、はい、これでこいつをグイ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 、はい、入りましたね、はい、確かこの横向きでね、うん、線ですね、強すぎだし、はい、左出しで止めるって言ったよね、うん、俺ね言ってた言ってた、はい、なんで助手席の方こんな感じですかね、はい、はい、あとは、うん、この銀の線、うん、にこいつをね、これもこうくっつかないです、うん、こう回しながら、回しながらね、はい、はい、くい、うーん、なるほど、こうこの穴にこういうほら入れて、うん、カチャッと、はい、でこいつをこう隠すわけです、うん、はい、ただ俺思ったんですけど、うん、弾をはみてからじゃ入んないと思うんですよ。おー、はい、これ今ね、俺も分かったんですけど、うん、あえてやったんですけど、うん、これをはめる前に、うん、こいつでこう入れてこう隠れててもらおうか、うん、この中うまく、まあちょっとうまく隠していますので、はい、はい、それまでお待ちください、はいはい、はいね、あれ、あそこに見える、そこに設置したんです、ここにね、はい、付けました、邪魔なね場所に、はい、であとはこいつをこう入れていくわけですね、うん、こいつをこう、あ、入ったかな、よし、入ったね、どう？で横向きと、はい、OK ですかね、そうです、はい、ふらつきもこなしですね、はい、はい、どう？こんなんで、うん、OK だと思います、はい、であとはこの防水ちゃん、はい、蓋をね、うん、こう入るときにしか入んないのかな、はい、これにしか入んないんです、で、これもオープンとロックって書いてるんで、はいはい、これこう、最初これすっげえ硬いんですよ、あ、そうなの、でも俺が見てこっちも、あのこう何回も外してると緩くなってくるってことですかね、グリス塗ってる、あ、グリス塗ってるんだ、そう、あー、なるほど、ここに、ここに、あ、そうなの、あの、シリコングリスみたいな、うんうんうん、はい、あれを塗ってる、そういうこと？そう、
ほら、はい、これで肩を終わりです。はい、きちんと収まりましたね。そうですね、この2人にね、はい、できました。はい、じゃあ片方終わりなんで次片方やっていきたいと思います。はい、はい、では逆側も逆です。外してこれですね、はい、これもねこうほら、うん、こういうふうにして、はいはいはい、で外しまして、はい、さっき言ったこれ、うん、お、あのほらボンネットでやったり、うん、見えないところでやったりするときはこれ手探りなんですよ。あ、そうです、ね、これをこっちとこう押しながら、はい、向こうにこう押しながらこうスライドする、はい、これもこう向こうに押しながらこうする、そうするとこう浮くんです、はい、はいはいはい、で取ると、うん、はい、で、切り欠きの四角いのが上です。はい、これですね、はい、はい、で、これね、D2S なんで、うん、ここと、ここの切り欠きなんですけど、はい、これでね、こう D2C とか、うん、D2R とか、まあ S はプロジェクター用、R はリフレクター用っていう種類なんだけど、うん、今回買ったのって D2S、R、うん、ですね、そうでしょ、うん、あと D4 とかもあるんだけど、うん、で、C、うん、D2C ってなるとこう穴結構ね増えるんだよ、こうなんかこうマルチみたいな感じ、はい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 、もうこの切り欠きがあっちゃこっちゃにこうついて全てにこう汎用でくっつきますよみたいな、はい、それがほらこういうふうに D2S、D2R 汎用だとこう、うん、こういった穴、切り欠きがいっぱいあって、うん、そうそうそう、うん、S だとこの向きみたいな、はい、真四角にこの1個の切り欠き、うん、R だとこれ逆についてる、うん、なんでこう C とかいう汎用のやつだとこうあっちこっちこう R にも S にもつきますよっつってこう、うん、マルチで穴がいっぱいあります、はいはい、よっしゃ、じゃあ、うん、こいつを一応ライト内で暴れないように、はい、パーツクリーナーでこうここ拭いといて、はい、でこの両面テープを、はい、貼ろうと思います、はい、まあ大大大、はい、まあこの冬だからねつかないと思うんですけど、はい、寒いんでね、うん、気休めにこう、まあライトも暖かいからもしかしたらそのあれでつくか、なるほどこうつけて、はい、でライトさんがね、はい、ですね、ライトのこの黒い方の丸いやつこれを合体カチッと、これでいいですか、あれカチッと、いいですか、これダメですか、ダメだと、カチッと、いいですか、そうですね、はい、カチッしてね、はい、はい、で下に仕込むんですよね、うん、ここがね、はい、難しいです、はい、さっきのねやついっぱいやったんですけど、こうやってこうやってこうやって持ってて収納はできますか、はい、また丸さんを入れて、このシルバー色のね、あ、これ引っかかってますね、うん、引っかかってます、はいはい、大丈夫ですよ、引けますよ、で、うん、忘れずにここの両面をそうだね、はい、取っといて、はい、で、こいつを仕掛けに行っていきましょう、はい、あ、入るかな、入るとこはどこだ、うん、ここじゃないのか、なんか入るとこあるんだよな、一箇所、あー、一箇所だけなの、どこで入るかわからん、ここじゃない、ここでもない、ここでもない、はい、じゃあちょっとライトの向き変えさせてください、はい、わかりました、よいしょ、はい、じゃあね、ちょっと見えないと思うんですけど、そうですね、はい、逆向きが違うのでね、逆から入れていきます、じゃあこっち側から入れていきます、はい、こっち側から入るかな、こっちか、こっちか、お、来た、おお、来ました、来ました、今回結構しなり、いや、いや、まだ嘘だった嘘だった、はい、じゃあ
構ね、こうやって苦戦するのでね、取り付けるまでちょっとお待ちください。はい、なんとかね、あん中に固定しました、はい、両面テープで、はい、これです、ね、T2S とか R とか書いてるやつ、これがあったかな、うんうん、クロックやつね、シルバーと、はい、脱退したやつを入れてきました。はい、はい、なのであとはこれをね、また入れて、うん、こうですね。はい。はい、入りました。ちょっとピンと。はい。で、こいつも、こっちのライト、運転席ライトなので、うん、左側だったかな、全部。うん、左にしてたね。だから、こいつも同じ方向にしたいんで、うん、左側の。こっちだよね、じゃあ。うん。これをね、はめるんです。入る場所にしか入らないんでね、これだとちょっと下すぎるね、下だとやりにくいんでね、うん、そうね、はい、下だね、こいつは下なのか、下っぽくね、もうちょっと上側にしてるな、下じゃねまあいいや、これでほら、うん、ほら、ね、これでヘッドライト取り付けてバンパー戻して終わりです。ですね。じゃあとりあえず戻しましょう。はい、よろしくお願いします、はい、戻す前に一服。はい、一服ね、はい、はい、ではね、ヘッドレードつけ終わりました。はい、ネジ締めました。ネジ締めました、はい、4箇所ね、はい、4箇所締めました。外した手順で戻しました、うん、はい、じゃあね、これからはいつけますね。はい、動作できる、つくといいね。いきます。お、つきました。横ついた、あ、ついたね、ついた、ついた、大丈夫かな、ちょっと明るいから見えないけど、ちょっとね、逆光だからね、うん、一応ついてると思う。ちょっと、うん、機構も、はい、つかみやりますか。そうだね、パッシングみたいな感じで、はい、あー、ついてる、ついてる、 OK、OK、OK、ついてるね、OK です、変わってるわ、いい、うん、立ち上がりどう、すぐつける、 AKD でボワーじゃん、あー、一回やってみて、パーンって感じ、やっぱり、うん、つくつく、パーンと、うん、パン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 って感じ、パンついてる、パンの音とって、あ、了解で、ちょっと寄ります。はい、ではちょっとパンの音もね、聞いてみたいと思います。はい、聞きますね。はい、あ、結構静か、うおーって言ってるから静かじゃない、ね、あんま気にならないね、ね、静かな感じします、ね、うん、OK、消すよ、はい、はい、じゃあね、これでね、うん、おっと、見ちゃった、これです。今回ね、はい、交換したのはこのスパリーの、はい、D シリーズ、うん、T2S と R の、うん、同じやつね、はい、汎用品、はい、の LED の、はい、ヘッドライトバルブですね、はい、変えてみました。はい、今日はね、暖かくなってね、できました。はい、あ、よかった、よかった、はい、あとね、はい、また、うん、夜間に、はい、どんな感じかなっていう走行動画を撮りたいと思いますので、そうですね、それはまた別で走行動画編、はい、そちらもね、ご覧いただけると嬉しいと思います。はい、はい、あとはね、バンパー戻して、そう、これ、これね、はい、これを戻して終わりです。はい、もうここまで来れば、はい、すぐ終わります。そうですね、こんな感じですね、はい、作業はね、はい、何があるかわからないので、はい、指が怪我するぐらいしたので、ね、ちゃんと手袋を履けようって感じです、はい、はい、あの周囲の安全確認して、はい、自己責任で、はい、本当怪我とかしないように、はい、周りに迷惑かけないように、うん、楽しくね、はい、みんないじってもらえればいいかなと思います。そうですね、はい、
はい、ということで今回の作業は以上にしたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。